こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。この動画はシャンビンイエンについて調べたことをまとめた動画です。ネットで写真を見て行ってみたいと思ったので、いろいろ調べたことをまとめました。私と同じように行きたいと思っている方や、面白そうな場所はないかなと探していた方などの参考になれば幸いです。この動画で取り上げる情報については基本的に概要欄にリンクがあります。詳細を確認したい場合などにご利用ください。まずはシャンビンイエンの写真を Google マップで見てみます。どうですか？まさに象の鼻の岩ですよね。シャンビンイエンの場所ですが、台湾北部の東側にあります。近くに電車は止まらないのでバスを使う必要があります。バスは選択肢がかなりあります。それぞれの特徴などをまとめましたので参考にしてください。まずは F805 と F806 です。とにかく目的地の近くに行きたい方におすすめのバスです。バス停の場所については後で触れます。次は TQ19 です。このバスは終点で降りればいいので分かりやすいと思います。バスの利用に不安がある方におすすめです。続いて791です。こちらはバスの本数が多いのでしっかりとした計画を立てている暇がない方などにおすすめです。それから1051です。こちらは791と同様な特徴があります。先に別の場所に行ってから、次にシャンビンイエンに行くというような場合にもこれらのバスは重宝すると思います。最後に1811と1812です。これらは台北駅からバス1本で行ける点が長所です。乗り換えが面倒な方におすすめです。バス停の場所についても見ていきます。目的地付近です。バラバラな場所にバス停があります。F805 と F806 が非常に近い場所に停車することがわかります。また、主要な駅のバス停の位置も確認します。まずは台北駅です。続いて基隆駅です。バスによってバス停が離れているので注意してください。最後にルイファン駅です。こちらもバス停が離れたところにあります。いかがでしたでしょうか。冒頭でも申し上げました通り、シャンビンイエンに行きたいと思っている方などの参考になっていたら嬉しいです。この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。良かったなぁと思っていただけましたら高評価をお願いします。また、これからも台湾のことを発信していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。